の、ヨです。今回はたくさんのリクエストがあった5等分の花嫁のヨザちゃんに数で挑戦していこうと思います。5等分さ、前にミクちゃんとイツキちゃんもやったから、ヨザちゃんで3人目だね。そうじゃんね、あの形とか似とるけんさ、やりやすいかもね。そうそう、今5つ子だから。それでは対決始めます。最近さ、色の塗り方上手くない？うまい。うまいよ。グラデーションがめっちゃ成長してるじゃん。うん。制服どうやって塗った？制服？色？なんか緑っぽいね。BG じゃろ？ BG、そう。BG の深い感じの。63？ 93？ あ、番号覚えてない感じ。覚えてない感じ。制服って本来この色なんだけどさ、画像で見た時とかも。うん、でも私この色が全然わかんなくて、わーってなってしまった。リコって色彩感覚すごい優れてると思うんだよね。そう、それ思う。何よりさ、すごいなって思ったのがリボンの線、めっちゃくちゃドンピシャだけど、これどうやって描いたの？ポスター、黄色。一緒一緒、やっぱり線の描き方がめっちゃ上手くてさ、父さんこんな風に描けてないからすげえなって思った。線の処理も綺麗。線の処理がマジで綺麗。一発です。でもさ、バランスはめちゃくちゃいいんだけど、一つちょっと残念だなって思うのが、はい、はみ出てるよね。リボンと指、リボンと指とかが。あ、そういうことね。それがこう収まったらもう完璧な一枚だったね。収まってねえ。私もね、あの顔描いた時に、あ、これ絶対リボン入んないと思って結構長いから。そう、近くにおった姉ちゃんにさ聞いてみたいの。これって出とっても大丈夫ぞみたいな感じで言ったんよ、うん、そしたら、あ、大丈夫大丈夫、うちもリボン入っとるけど、もううちもはみ出とるけど大丈夫よって言って、そのまま沈むからこうだったって、ね、後で見たら分かると思うけど、私そんなはみ出てないけん。でもはみ出していいって言ったよ。そんなはみ出と思うじゃん。
そこ注意すると本当もっと完璧になるなってやっぱりね。私ね、最近はねそう思ってたのよ。でもさ本当に素晴らしい姉妹だね。じゃあしょ。じゃあ次は母さん、いっせーので。おお、かわいい。うまいね。うまい。そう、薄い系ヨズハちゃん。そうなんよ。ちょっと薄いね。薄いよね。薄いね。制服ってこれ C じゃろ。 C4 と影が C6 とか。全体的に薄くてとってもいいじゃん、うん、やっぱりあの目とかまつげとかのこの鋭い感じ、綺麗。光とかすごい上手だね。めっちゃうまく弧を描いてるよ。どうやって塗ってんのこれ。横の弧を2本描いてから縦をシャシャシャ。あ、マジ、はい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 、あーね、なるほどね。あ、じゃあ薄い色でやったら確かに目立たんか。だけまず黄色塗ってオレンジで縁取って中をシャシャシャって、うん、あー、なるほどね。え、待って、顔のバランス上うまいじゃない、うん、これほんま。母さんさ、バランスうまいよ。バランスいいよね。神よね。いや、顔のさ色って E0000 ぐらい、うん、ね、多分ね、うん、そこにほっぺが結構ピンクだからよりなんかこういいね、少女って感じ。そうそうそう、うん、それで可愛さがさやっぱり引き立つよね、うん、ちょっとやっぱタイプが違うね。違うね。違う違う、本当に違う。全然違う。じゃあ次はマナ行く。はい、せい、いっせーので。うわー、ほんまじゃ、あんま切れてないじゃん。いやー、可愛いんですけどね、すごく。傾いとる、ほんと顔は。いや、私傾きすぎたんよ。あ、でもなんか結果的にこっちの方が可愛いかなとか思って、うん、こっちの方が可愛い。可愛いね、ちょっと違うね。動きがあっていい、うん、動きがあっていいと思う。確かにね。髪の光の入れ方がまず凄ましくいいね。あー、いいでしょ。めっちゃくちゃいい。うん、みんな今回なんかあんま強弱つけてないね、最後。五等分はつけないよ。いや、父さんはつけてるよ。おいおいおい。いや、まつげドンピシャな色だね。でしょ。これいい色だったよね。ほんまやん。一緒一緒。この色だよね。この色。五等分はこの色。ハモったー。いやー、すごいね。じゃあ最後父さんいきましょうか。はい。父さん可愛いよ。一番自信あるかもしれない。みんなの絵を踏まえた上でも。わかったー。期待しとくよ。いっせーので。おお、どうですか。すごい健康的なゆつはちゃん。前に戻ったね。そう、健康肌がまた来たけどさ、よくない。うん、いいと思うよ。で、すごいね、髪の毛もあれにしてるんだけどね。うん、分かった、一瞬で分かったよ、もう。光とか、あのさ、三色の時にさ、私光どうやって入れてるのって聞いたじゃん、なんか。そしたらさ、光が当たってるところに入れるのはもちろんだけど、周りにも入れるみたいなこと言ったじゃん。それを意識してるでしょ。それやってるね、周りに入れたいよ。だよね。髪の毛の周り、リボンの周り、え、めっちゃくちゃ良くない。うん、めっちゃいいと思う。めっちゃ自信があったんだけど。まあでも可愛い。可愛いな。あ、もう並べたくない、もうここまで行くの。私だけ大きさが違うじゃないの。じゃあ4つ並べましょう。4つ並べるとさ、久しぶりにこう来たけどさ、可愛い。可愛いね。父さんとリオ濃いね、こう見ると。濃いよね。多分父さんとリオの髪の毛って YR16 とかね、 YR 系はね、がっつりオレンジじゃない。ガッツリオレンジよ。マナと母さんは何色？ E95。私も一緒なの。一緒。 E95 か、すごいな。父さん E95 って首の影よ。同じ見本でさ、母さん父さんとこの中も色彩感覚って全然違うよ。真逆よ。真逆だよね、ほんと。不思議だよね。不思議だよね。父さん逆じゃないけんな、これ。今回の賞は？うち言っていい？うちはね、色ドンピシャ賞だと思う。それな。うん、そう思うね。母さんは一番アニメ賞だよ。いや、線画神賞じゃない。あー、そうだ、線画神賞ね。神だと思う、うん、線画神賞でも母さん多いよね。マジでね、バランス完璧だと思うんだよね。で、マナはどういうんだろう、生きてるの。そう、生きてる。絵が生きてる賞だよ。絵が生きてるんだよ。語りかけるような感じだね。父さんはもうさ、五等分賞じゃない。なんだろうな、ジャンプの絵が。ジャンプ、それだ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 。色塗りが特にジャンプの人じゃない。そう、そうなんだよ。でもさ、うん、今回もさ、本当にさ、同じ一枚見てさ、絵がまるで違うけどさ、そう、一枚ずつ見るとみんないいんだよね。ね。最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、インスタ、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは家族対決40でした。バイバイ。